4月がスタートしました。イオンモール岡山1階の未来スクエアでは晴れ町スターフェスティバル星に願いをと題しまして、七夕の飾り付けがされているんです。キラキラと輝いていてとっても明るい気分になります。綺麗です。そして会場ではこのように願い事をかけるスペースが用意されております。たくさん願い事が集まっていますね。今ちょうど女子高生の皆さんも必死に願いを書かれているのではないでしょうか。何を願うんですかね。皆さんこんにちは。 OHK アナのクスクスのお時間です。木曜日の担当は OHK アナウンサーの森夏実です。よろしくお願いします。5月6月ずっと5月病でした。私ようやく復活脱せられたような気がしています。今日から、まあ、いつも頑張って仕事やってるんですけど、元気もりもりでさらにパワーアップして心機一転頑張ってまいりたいと思います。7月の私は何か違うんじゃないでしょうか。そんな私が仕事で普段使っているこちらのカバン、通勤用のカバンなんですが、この中身を今日は皆さんにドドーンと紹介していければなと思います。いろんなものが入っている、本当に普段使っているものなのでちょっと汚れてしまっているものもあったりするんですが、ご了承ください。それでは早速スタート。今日は私が普段使っている通勤用のカバンの中身を紹介していきたいと思います。こちらが価格が4000円ぐらいだったでしょうか、はい、で購入しました。取材の時に床に置いたりすることも多いので、割と黒や茶色、ネイビーなど汚れが目立たないような色味のカバンを使うことが多いです。この普段使っているカバンの中身をこちらに並べてみました。ではじゃーん、こちらがカバンの中に入っている普段使っている私物でございます。一つずつ紹介していきます。まず手前にあるこちらが財布です。もともと私長財布派だったんです。ずっと長財布使っていて、最近小さめの財布に変えました。なぜかというと、最近プライベートで小さめのカバンを使うことが増えたんですね。もうこれくらいのカバン、本当に小さいカバンなんですけど、なので長財布だと場所を取ってしまって他に何も物が入らないっていう風になってしまうので小さめの財布にしました。そして色は黒で、これは金箔で手相占い芸人の島田さんが今川アナと共演された回があったんですね。その時に黒の財布は黒字になるからいいんだよっておっしゃっているのを聞いて即座に黒にしました別にお金にがめついわけではないんですよ。でも、まあ、よりねいい方がいいかなと思って黒色にしました。金箔見ております。明日かな放送ですので金箔もぜひご覧ください。そして次がこちら携帯です。携帯電話もスマホ、最近ようやくセブンからiPhone なんですけどセブンから12に変えましたあんまりアナログ人間なので最新のアプリとか使いこなせなくて機能をね無駄にしちゃいがちなんですよ私。なので別に LINE と電話使えたらいいかなぐらいな感じなんですけど、まあさすがにちょっとカメラもねこんな感じで2つついてるんですよね。一番新しいのは3つついてるんですかね、カメラ撮るところのレンズが。私1個だったんでちょっと恥ずかしいかなと思ってようやく買えましたスマホです。これがないともう仕事ができない時代になりましたね。本当に私がスマホ持ったの大学生に入ってからで一番新しくて高
いだったですかね、スマホ出たのが。そしてこちらが名刺入れです。もう名刺入れも欠かせないですね、絶対カバンに入っています。いつ誰とお会いするかわからないので名刺入れは必ず入れております。そしてこちらがエコバッグです。これももうずっと入ってますかね、たまに忘れると逆にああ入ってないってことになるんですけど、皆さんもかなり浸透してるんじゃないですか、持たれているんじゃないでしょうか。普段コンビニももうどのお店もですね、袋が有料になっているのでエコバッグはもう必需品になりました。私仕事終わりでイオンモール岡山のスーパーで買い物をすることがすごく多いのでこれは必ず入れております。そしてイオンつながりでこちらミックスナッツ私の大好きなおやつの一つです。おやつというかたまに昼ご飯になってる時もあるんですけどよく報道の先輩方にまたミックスナッツ食べてるって言われますけど大好きなんですよ。私はこの酢入りが塩味ついていないミックスナッツを選んでおります。一応塩分など気にして。一番好きなのはアーモンドですかね、アーモンド大好き。アーモンドだけの袋もあるんですけど、そこが私のわがままなところでたまにカシューナッツやくるみも食べたいのでこっちにしてますミックスナッツは結構カバンの中に入ってますね、もう大袋で買ってます。そしてこちらがハンカチです。ハンカチもコロナ禍になって必ず持ち歩くようになりました。たまに入れてない時も昔はあったんですけど、ハンドのこの何て言うんですか、乾燥機が使えなくなったじゃないですかコロナ禍で。なのでハンカチがないと手を拭けない状況が増えたんですね。なのでこちらも絶対に入れております。もう女子力が高い方はハンカチなんて当たり前に入れてるでしょって思われるかもしれないんですけど、私はこのザー派だったのであんまりハンカチ持ち歩かなかったんですけど今は入れておりますそしてこちらがメイクポーチです。メイクポーチもこれちょっともう使い込んでいてちょっと汚いですね、汚れちゃってるんですけど2年くらい前に購入したものです。メイクポーチももう必需品で取材先、ロケ先、そしてニュースの本番前はメイクルームに持って行って最後の手直しをしてという感じです。これから夏になると本当に暑くて外の取材は汗をかくんですよ、もうドロドロになっちゃってファンデーションがなのでお直しがね必要になります。もうすぐ28歳になるんです。誕生日私7月生まれなので夏生まれで誕生日嬉しくないんですけど、年を取る1歳1歳重ねるごとにやっぱりねお直しはこまめにしないといけないですね。そしてこちらが社員証です。 OHK の岡山放送の社員証なんです。見えますかねこれ、私が1年目入社当時の私です。顔まるまるポチャポチャです当時は髪も短くてボブヘアだったのでかなり印象が今とは違いますよね。ちょっと恥ずかしいです、なかなか皆さんにお見せする機会がないのでこれはちょっと恥ずかしいですね。まあ、端っこはねこうルーちゃんに噛まれちゃってガジガジに、あもう恥ずかしい恥ずかしいルーちゃん、ルーちゃん悪さしちゃったんです。ちょっとはい、マルチーズをお家で飼ってるんですけど愛犬がちょっと悪さをしてガジガジになっちゃいました。そして次こちら、これはアルコールです。手指の消毒、これもコロナ禍になってオフィスにはもちろん大きめのものがあるんですけどこちらの小さいものも、はい、持ち歩
いております。カバンの中に入れていて、取材先などでもしアルコールがない場合でも消毒できるようにしております。皆さんもスプレータイプのものとかもかなり普及していて、いろんなところで売られているので、もしかしたらいつもカバンに入れているよっていう方多いかもしれませんね。まあ、感染症対策をしっかり守って、これから外出などもまだまだ心がけていかなきゃいけないですね。そしてこちらがハンドクリームです。手がアルコールする分ですかね、同じ悩みの方いらっしゃるんじゃないですか。アルコールすると手がカサカサになるんですよ。梅雨の時期なのにこんなにカサカサかなって思うくらい、私結構手が乾燥していて、ハンドクリームはないと絶対にダメですね。もう潤さないと、ひび割れたりしたらもうささくれとかも痛くて、本当に人間の体ってよくできてるなって思います。ちょっと怪我するだけでね、もう本当気になっちゃう。でこちらが音楽を聴く、iPhone とつなげられるイヤホンですかね。ずっと有線コードがついたものを使ってたんですけど、もう無線のものに変えました。やっぱりコードが気になっちゃったりとか、 iPhone もあの充電器と、あのイヤホンを挿すところがなくなってるんですよね。なのでこっちの方が便利だなと思って変えました。もうギリギリにならないとね、最新の真逆を言ってみんながもう持ち始めてる頃にようやくあの乗り換えるっていうアナログ人間でございます。こちらが最後ですかね、化粧水です。これ先ほどもハンドクリームと一緒で、すごく顔も私乾燥しやすいので、化粧水も、まあ、ミストタイプなんですけど持ち歩くようにしております。結構ね、潤さないと、もう28歳になりますので、アラサーだアラサーだってすごい会社の方からいじられるんですけど、失礼ですよ。失礼じゃないですね、失礼じゃないんですけど、いやもう大人なレディーのたしなみとしてハンカチも持ち歩くようになりましたし、まだまだあの私の魅力アップしていけるんじゃないかなと思っているので、皆さん温かく見守ってください。今日は私が通勤の時に使っているカバンの中身を一気にお見せしてまいりました。さあ、いかがだったでしょうか。今日は私が通勤の時に持ち歩いているカバンの中身をドドンと一気にご紹介してまいりました。これからはどんなことがいいですかね。コロナ禍も落ち着きましたし、よくコメントでいただくアナウンサーの対談とか、いろいろやってみたい企画はたくさんあるんですよ。イオンモール岡山のお店を巡ったり、森夏実とデートしている想定で見られる動画とかも作っちゃいましょうかね、自撮りで。ちょっと恥ずかしい、それはちょっとダメですね、それはちょっと恥ずかしいですね。自撮りはできないんですが、ロケなども少しずつ出ていけたらいいなと思っておりますので、今後とも OHK アナのクスクスをよろしくお願いいたします。そして私がキャスターを担当している夕方のニュース番組OHK ライブニュースは、毎週月曜日から金曜日の夕方6時9分から放送しております。こちらもご自宅でぜひご覧いただけると嬉しいです。この夏もどうぞニュースをよろしくお願いいたします。それではまた来週木曜日の OHK アナのクスクスでお会いしましょう。バイバーイ。